関西ラグビーセブンズフェスティバル、鳴門宇都宮高校対京都精華女子高校。キックオフは鳴門宇都宮高校です。鳴門宇都宮高校のキックオフで試合開始です。キックオフ。前半1分、京都精華女子高校のボールで トライです。京都精華女子5点を先制。でもさっきは全然ゼロ、グッド。7対0、京都精華女子7点リードとなります。ただいま前半2分、京都女子のキックオフで試合開始。前半2分、鳴門宇都宮高校トライ。グッド。キックオフは鳴門宇都宮高校。まさかドランバでトライを防ぎ、なんとトライを防ぎいった、なんとトライ、なんと
来ないな。なんだトライを防げた。この場合ドロップアウトとなります。なんだトライ、京都聖火ボールのスクラムで試合再開。前半5分、前半5分、鳴門渦潮高校ボールです。あとパスミスがあったか。あとこれもダメ。3メーターラインからです。3メーターラインから京都女性化女子高校スクラムです。残り30秒。ノックオンです。前半終了。鳴門女子7点、京都聖火女子7点、失礼しました、鳴門渦潮7点、京都聖火7点で終わりです。